水を多めで作ったら水分出てきました。水を多めの方が昆布の出汁が出やすいみたいです。昨日、漬けたきゅうり。20時間くらい経過してます。唐辛子も効いてきました。味見してみましょう。若干しょっぱいですが、味は良くなってます。そうなんです。塩なしでスタートしましたが、途中でぬかと塩と水を足しました。次は大根をつけます。